フィッシングサファリ番外編。今日はね、カラーについて、カラーパターンについてちょっと喋ってみようかな。カラーはね、カラーは今までもうやり始めてから結構一番考える、まあもちろん造形、形状はもちろんのこと、カラーについてはあまりイージーっていうのは要は簡単っていう意味じゃなくて、思考的にね、イージーな思考でカラーを決めないように昔からはしてるんだけど、要はオリジナリティをなるべくなんていうの、モノマネにならないとか、オリジナリティのあるカラーリングを昔からやり始めた当初から考えてるのが津波る技です。だからね、一時スケールって言って、スケールってわかるかな、なんかないかな。あと例えばスケールね、こういう鱗模様、これは網をかぶせて拭くんですけど、網をかぶせて拭いて鱗模様みたいな見せるんですけど、これも実はあんまりやりたくない時期があって、これでまあ要は普通に一般にルアーのカラーリングとかに使われるテクニックやねんけどね、結局これも一時あんまり使いたくない時期があったりとか、単純なヘッドカラー、ここでパスって割って、うち最近ようやってんのはないかな、ちょっとね今引っ越したてでもう全然そのルアーも整理ついてないね、実はね、ヘッドカラー、こういうのね、レッドヘッドとかこういうのもやりたくない時期があって、というのはまあ要は手のいいパクリやから、だからそういうのやりたくない時期が、かたくなにやりたくない時期があったりして、とかもありました。だから要は考えようによっては、パクらずに、パクったとしてもなんかこうオリジナリティをどっかに入れ込むようなことをしないとどうも作った気がしなくて、ルアーの世界ってね、変な世界で、例えばヘドンのカラーっていうのはヘドンカラーとしてスタンダードとして認められてたりして、要はスタンダードやから塗ってええっていうような、多分それはね、考え方一つでは手のいいパクリやからとかいうのが、暗黙の了解っていうか、なんか許容されてんのがルアーの世界で、ここのこっちのメーカーが塗ってるカラーをここも塗ってて、ここも塗ってるみたいなことがね、多々あるっていうか、もうルアーやってる人が分かると思うんだけど、それはね、でも考えようによっては手のいいデザインのパクリって思ってた時期が俺はあって、だからそれやりたくなかったんですよ。だからそうするとなんかパクっててもパクるセンスっていうのがあったりとか、パクっててもオリジナリティを入れ込むとかいうことをずっと考えてやってるんですよ、つまみるワードね。だから例えば同じレッドヘッドでも、このレッ境目は波にしてみるとか、ね、こういうふうに津波ルアーズだけにね、ちょっと待ってよ、外れへんね、こういうふうにね、これウェーブヘッドって名付けてんだけど、こういうふうに波型にしてみたりとかね、
そういうことをずっとやってきました。で今でこそだから、もうものすごいシンプルにまっすぐ割ってレッドヘッド作ったりとか、これレッドヘッドっていう名前じゃなくてブラッディヘッドっていう名前だけどね。だからそのネーミングも含め、あのちょっとシャレの効いたことをやらないとちょっと気が済まへんたちなので、だから同じレッドヘッドでもあのいわゆる赤じゃなくてちょっとドス黒い赤にしてみるとか、なんか追い川的な色塗ってもなんかちょっと変えてみるとか、これ最軽追い川っていうパターンやねんけど、これはもうスケールも使ってるし、その何か固くなにスケール使わないとかそういうところからは抜け出してないけどね、現状は。だからこれはうちのギルカラーやねんけど、どこにでもあるようなブルーギルのカラーやねんけど、これをグリッターで下グリッターでここにエラに波描いてみるとか、そういうどっかになんかちょっとオリジナリティみたいなシャレっ気みたいなのを入れないと気が済まないのがツナメルワーズで、だからカラーっていうのは一番ね、だから造形も含めてカラーっていうのは一番そのブランドの主張ができる部分で、そこをなんか、まあありきたりって言うたらあれやけど、そこをなんかそこにオリジナリティを入れずに済ますのはもったいないっていう、なんかシャレっ気なりオリジナリティなりを入れないとちょっともったいないなと思ずっと思っていて、その考え方としてね。だからギターのカラーを持ってきてみたりとかね、ギターのカラーをこれサンバースト、タバコサンバーストっていうカラーやねんけど、ギターのカラーをルアーに持ってきてみたりとか、これ多分サンバーストのカラーやったのはうち一番、これはいろいろ事情があってサンバーストについてちょっと余談ですけど、ブラデリバーの死んだブラデリバーの藤原が道楽におった時代に電話かかってきて、僕さん、ギターのグラデーションのカラーあれ何ていうのやったっけっていう電話かかってきた。いや、サンバーストやん、それ。って言ったのがきっかけで、なんか、そういうカラーができてんけどって藤原に聞いて、電話で聞いて、いや、何それ。俺もやってみようってやり始めたのがサンバーストなんですよ。だから、うちも、言ってしまえば、道楽、とか藤原のパクリから始まってる、これ。パクリっていうか、その時、俺は全然、そのサンバーストカラーっていうのは、藤原のサンバーストカラーっていうのはどんなの見てないけどね、どんなのか見てないんですけど、でやりたくなって、これとチェリーサンバーストっていうのをやったのが最初で、それが今やいろんなところに広がってて他のブランドも塗ってるところがあったりとかして、それは結局まあ大げさに言うと、うちが塗ったカラーがスタンダード化したっていうことやと思うよね。スタンダードってそういうことやと思うんですよ。なんか違うことをやって、新しいことをやって、やったのが、例えば一般に広まるみたいなのがスタンダードだと思うんで、だからそういう目指すはそういうとこなんですけどね。津波の上の前の。例えばヘドンのカラーが、今やスタンダードみたいな、言われ方して、どこのブランドもそれっぽいカラー塗ってるみたいなことを発信したり、作りたいっていうのが
スナミルワーズのスタンスです。だからで、まあでもはっきり言うて、まあ語弊があることは覚悟で言うけれど、とにかくパクリっていうのはパクリのセンス必要で、うちもパクったりするからね。パクリっていう、なんていうのかな、まあ言い方変えて栄養に言うたらインスパイアされるとか、そういうことやね。それはもう結局センスやと思うんですよ。だから例えばうちの代表的な、まあ毎回塗るカラーで CF というクレイジーフィッシュという、クレイジーフィッシュ、これはベース色がミントグリーンだからクレイジーフィッシュミントグリーンだから CFMG というカラーなんだけどね。これっていうのはメキシコのカラベラとかにインスパイアされて塗ったカラーなんですよ、もともとね。だからカラベラっていうのは骸骨ね、こっちでいうところの骸骨、メキシコのカラフルな骸骨にインスパイアされて最初作ったカラーです。もっともっとカラベラっぽい、まさにカラベラっぽいカラーもあんねんよな。それ今ないわ。ありました、カラベラ。だこれもっとメキシコのカラベラっぽいかな。まあ、これもそうなんですけど、これもそうなんですけど、まあこんなメキシコのカラベラにインスパイアされて、メキシコに結構インスパイアされて塗った色っていうのは結構多いんだけど、まあこれが代表的ですよ、カラベラ。なんかだからその色彩感覚とかがメキシコってやっぱりちょっとやっぱり刺激的で、もう十何年通ってたけど、もうそのなんか色彩感覚は家の色からなんか普段使うものの色までなんかいろいろ、その色彩感覚はメキシコって独特で、そこにインスパイアされたりすることは結構ありました。他にも例えば何かあったね。あ、これや。これね。これ。これ。これね。これは汚ねえな。ここに。これアズテックフィッシュっていうパターンやけどね。これは実はメキシコシティの近くのピラミッドに観光で、釣りの帰りに観光に行った時にレストランの、確かレストランやと思うんだけど、レストランの看板にこんなような絵が描かれてて、それをそのままじゃないんだけど、まあそれにインスパイアされてやったからですとかね。最近俺気に入ってんのはこのこのカラーニートクローっていうカラー。これはだからヴィンテージ、アメリカのヴィンテージとかにも鳥のカラーって結構あったりするんだけど、それが結構ねどれも素敵というかすごいいいんですよ。だからそれは言いだけにそれをそのままやってしまうと、なんかまあまあ俺の場合に限ってはちょっと罪悪感みたいなのがあるので、鳥っていうのをなんかやってみたくて、まあこれ以前にもいろいろやってんだけど、まあだから鳥をモチーフにした
ルアーのカラーっていうのは最近気に入ってるのこれやね。いいところ。あと何があったかな。代表的なカラーでもね。まあそんな風にして、カラーは考えてます。例えばこれもヘッドカラーやねんけど、ヴィンテージっぽいブルーにしてこの波を入れてみたりとか、一工夫、一ひねり。ほんで大体同じ、これニーバーのニーバデルプラスとかってプラスチックのルアーなんですけど、同じルアーにしても例えばなんかモンスターっぽいのがあったりとか、ロボットがあったりとか、まあ骸骨が骨があったりとか、同じルアーでもそのなんか全部が魚、まあうちの場合当然やけど全部が魚じゃなくて、いろんなモチーフを連想してカラーリングを考える。例えばこれやったら、ビーバーやったりとか、これワニやったりとか、同じルアーでもいろいろ発想を変えたカラーを作るので、うちのルアーっていうのは同じルアーでも目の位置が違います。目の位置が違うんです。例えばプラスチックはしゃあないけどね、プラスチックはもう目の位置、ペイントアイじゃない限りは目の位置一緒にしないとダメなんで。でも例えば CP 同じとこにあるな、ほぼこれ最近出たスイーピーやねんけどね、最近出たスイーピーやねんけど、これもね、これは割と似通った位置にあんねんけど、それでも微妙に目位置が違います。これ目ん玉入ってないから、微妙に目位置が違うんです。これね、そのスカルはスカルの位置があって、で CF は CF の位置があって、だから目の位置を固定、あまり固定しないのがうちのルアーの特徴かな。だからそれは同じルアーでいろんな発想を形にしたいがために、その目位置は固定しないようにしてるんだよね。まあ、稀にほぼ同じ位置にあるルアーもあんねんけど、だから例えばカラベラやったら下側に 目位置持ってきたいから、割と下の方に目があったりとかねするんですよ。だからまあそんなようにして、うちはなるべく固定観念とか、だからいわゆる今いわゆるスタンダードとか、そういうところから脱却するようなカラーパターンを考えようと思ってる。できてるかどうかはその別にしてね、それやろうと思わないとできないので、だからそのスタンダードから脱却してスタンダードを作るみたいな、スタンダードを壊してスタンダードを作るみたいなところを意識してやってますので、まあその辺もうちのルアーを見るときに気にして見てくれるとちょっと面白いかも。というわけでフィッシングサファリ番外編、カラーについてでした。